んにちは、ズータイムです。さあ今回は、私ワクワクしながら購入したんですけども、こちらの外部式フィルターをの性能を試してみたいと思っております。この外部式フィルター何ぞやという方もいるかもしれませんが、こちらは基本的には水槽の水を循環させるろ過システムです。ではね、魚を飼うためにね、水をきれいに保つための、循環ポンプですね、こちらを試してみたいと思います。こちらの商品はジェックスさんのメガパワー9012といいまして、90センチから120センチ水槽、とっても大きな水槽をも、ろ過できるというね、メガパワーというね商品名がついたものなんですけども、私ね、大学時代はですね、魚の研究をしておりまして、一人暮らしの部屋にも熱帯魚をたくさん飼育していた経験もありますので、このエーハイムだったりとか、それから上部式、それから底面ろ過、それから掛け式のろ過、すべていろいろ使ってきたんですけども、久しぶりにこの最新式のね、外部式のフィルターっていうのも試してみたいと思い購入しました。そしてズータイムなんで、こちらで魚を飼っても、もちろんこの商品は魚を飼うためのものなんでうまく循環できると思うんですけども、こちらに水性ガメをね入れてみて、こちらの外部フィルターどのぐらいの、洗浄能力、循環能力があるのかっていうのを試してみたいなと思います。はい、それから念のためこちらをね、水槽の大きさに耐えれるヒーターですね、300ワットのかなり熱量が必要なヒーターなんですけども、サーモスタットとそれからヒーターガードもついた、ね、同じメーカージェックスさんで揃えてみました。それでは早速、開封してみましょう。はい、じゃあいよいよ開けてみますね。はい、なんだかねクリスマスのプレゼントをもらったようで嬉しいです。はい、見えてきましたね。こちら、まあ、大きいのがフィルタータンクですね。はい、でかいですね、やっぱりね、90センチ、ね、水槽から120センチ水槽まで賄えるものなので結構大きいですよ、ね、はい、ポットみたいな感じですね熱湯が出てきそうです。いや、懐かしいですね。エーハイムはよく愛用してたんですけども、このジェックスさんのメーカーのものは私実は初めてで、今回ね、でもこちらのフィルターのいいところはですね、でも書いてありますかね、完全フルセット、今すぐ簡単にセットできます。本当ですかね、結構難しそうですけどね。で、なんでこれをしたかというと、このハイパワーのポンプがですねタンクの中に入っているんではなくて、水槽にモーターを設置するタイプなので、予備水がねいらない、すぐにねスタートできる、空回りせずにできるということでこちらを選びました。よく昔は予備水のために水筒をねずっとこの循環ポンプに流し込んだりとか、ポンプを口にくわえてふーって吸ったりとかね、して、水を予備水したんですけど、それが必要ないということでこちらを試してみたいなと思っていました。ちょっと開けてみましょうか。こちらを開けて、さらにここですね、これがアフみたいですね。でちゃんと蓋にはパッキーがついてますので水漏れがしないようになっています。そしてこのね、商品なんですけども、ろ材もちゃんと入っているそうなんですね。ちょっと開けてみましょうか、はい、ね、これこういう位置わからない、
から下の順番ですね。はい、でこれは露台はね、ちゃんとビニールから出さないといけないんですけども、こういう物理ろ過と、生物ろ過のものがちゃんと入ってますね。はい、ここにも入ってます。こちら活性炭でしょうか、ね。こんな風にもうキットになっているので、ビニールで破ってまたこのように戻すだけという感じですね。とっても楽ですよね。ちゃんと持ち手がこうペッと上がるようになっていて、本当にお弁当箱のように、ね、4段式のお重の豪華なお弁当箱のようになってますね。設置はこの辺はね、とても簡単そうですね。はい、それから、入っているもの、こんな風に箱の中に入ってますね。よいしょ。はい、こちらにね、パーツがいっぱい入ってますね。まあ、給水用と排水用の、つなげる、まあ、ジョイントパイプ、それからこの、ちゃんとゴムホースも入っていますね。でこちらが、モーターですね。循環ポンプのポンプですね。はい、こんなものがついていますね。はい、こちらが、今回ね、この外部式フィルターと離して水槽内に直接ポンプを入れて、吸い上げて循環するというものですね。はい、では、ゆっくりと組み立ててみたいと思います。はい、それではまずはタンクから組み立てていきたいと思います。先ほど開封した時の通りなんですが、もうこれかなり簡単で、もう露材が入ってたので、ビニールの、ね、袋だけ開封して露材を入れた状態です。で順番なんかはとっても分かりやすくて、まあ、その通り入ってたんですけども、こちらの箱にも、記入してありますので、その通りの順番に、このお弁当箱のようなものを入れていくだけです。これをね、4つ重ねて入れていただけたら誰でもできると思います。そして生物ろ過と、それから物理ろ過、吸着ろ過というね、いろんなろ過の説明もちゃんと取説に書いてありますの で忘れずにこの蓋もここにセットしていきます。はい、そしてこの蓋をするんですけども、裏にね、こういう、ね、くぼみがあるので、このくぼみに合わせてやっていきます。でちゃんとここに合わせたところでパチンパチンと、結構ね、力入れます。はい、でちゃんとパッキンが効いて、キュッとね、水漏れしないようにしなければいけないので、こんな感じですね。でここから、給水の、ね、ポンプと、それから送水ですね、まあ、インとアウトというふうに書いてあるんですけども、こちらのまずジョイントをつけていきます。でこの大きい方と小さい方があるんですけども、あ、大きい方が、インの方、小さい方がアウトの方ですね。でこれをつける前にですね、実はちょっと見落としがちなんですけども、ちゃんとパッキンがついていました。こんなものですね。はい、2個ちゃんとついてまして、これすごく見落としがちですね。でこれをパッキンの取り付け方というふうに、ね、説明書も入っているので、どうやらこれをここに入れるようですね。でこれもし入れなかったら水漏れの可能性がありますので、忘れずに入れてください。こんなふうに入れる感じですね。そして大きい方の、インを、ここに取り付けます。はい、最後まで回らなくなるまで、ね、入れていきます。はい、これでね、まずはタンク側のセットが終わりました。
続いてはですね、こちらのポンプの部分、吸入の部分を組み立てていきたいと思います。もうパーツごとにね、袋に入っているので、このような感じで、出していただいてですね、このポンプのモーターの部分と、まずこのゴムのような、ホースをつなげていきます。これ結構ね硬いんですけども、ギュッと最後まで、はい、入れてですね、つまみでさらに、締めてあげてください。で、まあもうね抜けなければ、はい、これで大丈夫です。で、こちらね、水槽にかける部分の、まあ、エルボーですね、は、まあ、もうできてますので、このようにしています。で、これは水槽にこのポンプを固定させるための、吸盤がついています。これもスライドで入れるだけですね。とっても簡単です。で、こちらは、まあ、ゴミをね吸う部分、水と一緒に吸い上げる部分なので、こちらはこのような細かいタイプですね。で、稚魚などがの場合は吸われてしまう場合があるので、こういったストレーナーもついています。で、あとこういうタイプと、もう大きなゴミもそのまま吸っちゃえというね、こんなタイプ、2通りがついていますね。こちらはまあ好みと用途に合わせて、ね、こういうアタッチメントで変えていただければいいかなというふうに思います。で、まあ、こういったパチンパチンとついたね、水槽に、固定するための吸盤っていうのもついています。要はね、全体像で見てみると、はい、こちらは、吸入するパーツなので、まあ、このようにね、ここから、まあ、ホースイメージですよ、ホースでつないでっていう感じですね。まあ、こんな感じですね。ここに水槽が入っていまして、まあ、水を吸い上げて、ここから次はまた循環されてきれいになった水がここから出すというイメージですね。はい、で、そのままいきますよ。で、これまだね、しっかり今水槽にはめてないので締めないんですけども、あとホースの長さもね、ピンと張らないといけないので、もし長すぎる場合はカットして使ってください。この後ね、また水槽に実際に設置してみますので、これはあくまでも簡単なね、イメージということでやってみたいと思います。で、この場合もですね、あとこちらの、次はアウトの部分ですね、循環された水を、水槽に送り返す部分のパーツなんですけども、こちらもとっても簡単でした。このようにここでつないで、こういうエルボーがついてたので、これにね、こういうパーツ 3つのこのジョイントでつながったのでね、こういったパーツをここに差し込むだけですね。はい、あとはどのようにして水槽に、まあ、固定したいかということなので、まあ、こんなふうにして吸盤を、まあ、好きなようにねつけていただいて、まあ、水槽にしつけていくという感じですね。それでは外部フィルター、実際に、セッティングしてみました。このようなちょっと古い水槽ですけどね、日槽の曲面の90センチ水槽にセッティングしてみました。上部はね、このようにしてかけるようにして給水と送水の部分のパイプを引っ掛けています。この部分はね、もう少しここの、ね、ポンプを、ゴム製なのでね、カットして
しっかりね固定してもいいのかなと思うんですけども、また別のことにね私、使用する可能性もあるので、今回はね、このホースね、こちらのゴムホースもねカットせずに一応回してみたいなと思います。まあエアが噛みやすかったりね循環がうまくいかない場合はカットしてみようと思うんですけども、ちょっと本来のやり方ではないので説明書ではしっかりねピント張ってカットしてくださいというふうになっていますので、そこら辺は自己責任でやってみてください。はい、とりあえずね水性ガメを入れようと思います。そしてこのろ過の能力を見てみたいので、とりあえずはこの簡易的な飼育方法で1日回して様子を見てみたいなと思っております。ではちょっと電源入れてみましょうかね。ポンプの電源こちらですね。今日は暑いのでヒーターはとりあえずなしでポンプだけ入れてみたいと思います。お、回ってますね。早速ウィーンと音がしてますけども、あ、出てきましたね。はーい、こんな風にちゃんと回ってます。でカメラのね、ちょっと呼吸もしなければいけないので水槽は全部張らずに、そしてこのポンプの奥のところに、最低水位線というのがあるので、その水位線はギリギリ超えるぐらいの水位で浅めに張ってみました。はい、ここにカメを入れて、魚ではもちろんうまくいきますがカメのね、結構汚れる、水性ガメ耐えれるかどうか一日ちょっと様子を見てみたいなと思っております。はい、水槽に入れたのはね日本イシガメでとりあえず実験してみたいと思います。今日1日だけねこちらで過ごしてもらうのでとっても簡易的な、飼育環境になってるんですけども、こちらで日本イシガメが1日ね過ごした状態で、このフィルターはどのぐらいね、綺麗に保てるかということをね、検証してみたいと思います。はい、丸1日が経過した様子です。特にね汚れている、気配はなくて、少しだけ水が全体的に黄色っぽくなってるんですけども、こちらはね流木からね、アクがどうやら出たようです。フィルターのね、中の露材にはあの活性炭も入ったので、もう少しこの流木のアクもね、綺麗に透明にできるのかなと思ったんですけども、こちらはあと数日かかるかなといったところですね。ただねこのアダルトサイズのね日本イシガメが丸1日ここで過ごしたんですけども、全然ね濁ったりとかっていうことは、ないようです。まあこのぐらいの外部式フィルターならね、これぐらいできるかなと思ったんですけども、こちらのメガパワー、使ってみて思ったことはですね、やっぱり、設置がめちゃくちゃ楽ということですね。予備水いらずで本当に設置して、電源を、オンするだけで、空気が詰まったりとか、あとはちゃんと循環しないっていうことが起きずにね、しっかり循環を回すことができたので、外部式フィルター、とってもちょっと敷居が高くて設置が難しいんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、こちらのメガパワー、エーハイムに比べると設置がとても簡単というのがねとてもいいところかなと思います。能力的には、他の外部フィルターとそれほど変わらないかなと思うんですが、あとはカスタマイズして、中の露材を、いいものを入れてあげるといったところでしょうかね。はい、でもまずまずの使い心地とろ過能力だったということをご報告したいと思います。では今回はねちょっと商品説明もさせていただきましたが、この辺でルタイムチャンネルは終了したいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。